待って、なんか来てるんだけど。なんとなくさ、スイッチ版のニャンコライセンスを開いたらこれだよ。降臨ステージが解放、スペシャルステージに新たなステージが解放されましたって。なにこれ、アップデート来てたのこれ。ちょっと全然気づかなかったんですけど。え、てか何のステージだよ。ちょっと待って、じゃあ見ていきます。はい、あー、てか、ちょっと挨拶入ります。んー、どうも、ラムございます。さあ、ということで今回もスイッチ版ということでやっていきましょう。じゃあとりあえず見ていきましょうか。え、ってなる、あー、デブか。まあそろそろ来るんじゃないのかなと思ったんですけど、なるほど、ここで来るんだね。ということはストーンか、ドロップキャラクターはね。うわ、これは嬉しいな。いや、マジか。はー、じゃあやりましょうかね。デブ降臨でしょ。で、他にはなんかあんのかな。ちょっと待ってね。あ、でもまあ戻っても意味ないか、特には。ちょっと待って。まあいいや、とりあえず、何処刑したんだっけ。ああ、そうだ。他にもなんか確認しようと思ったんだけど、ちょっと待って、レアガチャも見ていきましょう。まあさすがにないとは思うんですけど、まあないか、ないか。まあ、超極猫祭にね、まあ、キャス来てるかなとか思ったんですけども、なさそうですね。はい。この流れワンチャン来そうだけどね。まあ、いいや。じゃあ、とりあえずデブやっていこうかなと思います。ちょっと急だよ、もう。いや、今日はちょっと早く寝ようかなとか思ったんですけども、ちょっと眠れませんね、これね。はい。夜更かし決定でございます。じゃあ、参りましょう。本で猛者デブ降臨の、難易度に関しては極ムズ。ドロップ報酬に関しては猫ストーンでございます。さあ、じゃあ行きましょう。どうしようかな。まあ、従来通りの攻略でやっていきましょうかね。あ、うん、これ無理だね。これ無理なんで。そうか、ニャンコンボが使えないんだもんね。これはかなり結構痛いなとは思うんですけども。まあでも、そんなキャラクターいらないと思うんだよな、ぶっちゃけ。ラーメンと、あとはニャンマーがいればなんとかなると思うんですけどね。いや、わからんけれども。まあ、スマホ版だったら全然ね、もうラーメンだけでもいけるんですけど、まあ、スイッチ版だからね、ちょっとそこが怖いところなんで、まあ、いいか。この2点でやってみましょう。はい。ものすごく舐め腐っておりますけども、やっていきましょうか。どうしようかな。もうこれさ、ニャンピュー使って放置してもいいんじゃないのかな、これ。ダメかな。ちょっとこれで一旦様子見ていきましょうか。もうやる気ないね、これね。もうやる気なさすぎなんですけども。まあ、とりあえず行きましょう。さあ、ということで早速やっていきましょうか。いやー、出てくるとは思わんかったよ、もう。デブ、このタイミングか。まあいいや、じゃあ、とりあえずですね、もう終始ニャンピューということで、もう眺めていこうかなと思います。どうだろう、一発で、さすがに耐えるよね。あ、オッケー、スナイパーが仕事してくれましたけども。まあ、大丈夫そうですね。よしよしよし。あ、なんかいけそうじゃないこれ。ほら。これ、ニャンマ結構耐えてるからね。あー、なんかいけそうだぞ、これ。大丈夫そうだね。おーおーおー。俺のこの手動じゃなくて、ニャンピの方がやっぱりこれ、いいぞ、これ。あー、でもまあ、天使が出てくるとちょっと怖いかも。いやー、カバが邪魔だね。カバが、あ、でも、カバ強くない？ちょっと待って。思いの方がなかなか突破してくれないんだけど。うーわー、待って、嘘。ニャンマの攻撃でこんなに、あー、飛んでったね。嘘、結構強いな。あー、見えん。ちょっと、マジか。ちょっと待って。いや、最初はいけると思ってたんだけど、なんかちょっと急に怪しくなってきたな。これまずいな。ちょっとせめて一回ノックバックさせたいんだけどさ。いやー、でもまあ、頑張れ。よし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 、オッケー。一回ノックバックできましたね。これはでかいぞ。デブに関してはでもあと2回ぐらいじゃなかったっけな。なので、あ、今。よし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 。あー、一体消えたね。これはでかいぞ。いや、これね、ニャンピ使えないのが結構これ、ニャンピじゃねえよ。ニャンコンボだね。ニャンコンボが使えないのがちょっと、これは、痛いなぁ。生産が全然できないっていうね。いや、もう一体入れるか、これ。対天使ね。どうしようかなぁ。もう一体何がいいかなぁ。あー、もうダメか、これ。これもさすがにダメか。いやー、ちょっと放置戦法で行きたかったんですけどね。結構カバーがちょっと強いね、思いのほか。思いのほか、あ、いった、ここで行ったけども、まずいよね、結構。あ、いや、まずいと思いきや。じゃあ次だね、次のノックバックでいけると思うんだけど、でもまだまだゾンビがね、
あーこれでもきちゅきちゅきちゅってなんだよもう。いやーこれまずい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 。あーダメか、ゾンビにやられたね。なるほど。ってなるとまあもう財布に余裕がある。うわ何やってんもう。あでもこれは希望ありますねこれね。じゃどうしようかな。対天使、あてかいいや、あのカンカンでいいです。はいもうこれでいきましょう。まあ、これならさすがにいける。よし行きましょう。再生、まあさすがにこれだったらいけるだろう。さすがにでもニャンマがコスト3000だからな、そこがねちょっと不安なところだよね。普段だったらスマホ版ね、あの2250円ぐらいで生産できるからね、そうすごいお手頃な価格になってるんだけど、これはちょっと3000だからちょっと高いんだよね。まあしょうがないしょうがない。よし OK、 まあお財布には全然余裕あるからね。とりあえずまあ取り巻きに関してはまあラーメンとカンカンでとりあえず何とかしていただければなと思いますけどもね。まあ一体でもね、多少なりともキャラがいれば変わってくるんじゃないですかこれで。よしもう今回はもうね完全にやる気ないんでね、もうずっとニャンピュー使ってるっていうねいやもうニャンピュー勝ちたいよ。もうさすがにもう疲れたよ俺は。もう今日もね本当にめちゃくちゃもうなんかもう疲れたのよ。そう なんでもうちょっとねコントローラーは極力ちょっともういじりたくないんで、まあ、結局この後編集するからね結局指使うんだけどね。まあいいや、そんなもう裏話はどうでもいいですね。よし OK、 1回ノックバックしましたね。この時点で1回はでかいぞこれは。あーよし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 、まあお財布もまだまだ全然余裕あるんでね、これはなんとかなんとかなってほしいね。でもう一回ねノックバックしてくれればもう希望がもう丸見えなんだよね。ああいけるね。よしもう丸見えチャンスだよねこれね。よしよしよし、デブのあれをあれでなんだよ。もういいや、はい、ということで、よしよしよし。あれこれさ確定ドロップだっけ、あれ違うな、極ムズ、あれちょっと待ってよ、これ系ってさ確定じゃなかったよねこれね。だからいやーまあいいかまあ落ちなかったらまたあれですね、あの気を改めてやろうかなと思います。もう一周どうしようかな。これねニャンペルスキップできないからねスイッチ版に関してはね、そこがちょっとあれなんですけれども、まあいいや、まあちょっと祈りましょう、うん、ちょっとまあ落ちたらラッキーという感じでね、とりあえず見ていこうかなと思います。じわじわ押されておりますけども、あーちょっと待って、あのゲップタイム、よし、オッケー。あ、もう大丈夫じゃない？もういけるでしょ、さすがに。そろそろ、行ってくれ。よしよし、このポジだったらね、大丈夫。ゾンビが潜っても大丈夫。潜っても大丈夫だけど、あー、ニャンマが飛ばされる、これでかいな。あー、いた！はい、ということで、オッケーオッケー。でも、仮死状態だからね、すぐ復活するかなと思うんですけども。まあでも、一応ね、まあ、カンカンがやってくれましたね。よし、オッケー。あ、復活しましたけど。まあでも、大丈夫じゃないのかな。ほら、よしよしよし、今のうちだ。この状況久々だな、なんか。あ、行きましたね。はい。ということで、クリアでございまーす。あ、落ちなかったね。はい。まあ、そんなこともありますよ。はい、ということで、終了でございます。そういえばよくよく考えたけど、ゾンビキラー一体もいなかったね。いや、せっかくなんで、もう一回やろうかなと思います。次はね、カンカンじゃなくて、ちょっとあれですね、サルカニ使ってみようか、たまにはね。サルカニ。ちょっとね、できればキラーでとどめさせたいかなと思うんで、サルカニいた。40レベルプラス5か。まあ、これだったらなんとかなるかな。しかも天使とゾンビだからね、完全に忘れてたわ。対天使もあったんだね。まあ、いや、じゃあとりあえずこれで、もう一回やろうかなと思います。どうしよう。トレジャーはね、まあ、いや。ちょっと、運にかけてみましょうか。じゃあ、トレジャー使わずに、もう一戦にしていきましょう。ということで、じゃあ、まあ、この戦いも、まあ、いいか。ニャンピューで。はい、放置でいきます。はい。もう終始ニャンピューでございますね。もういいよね、この下りはね。よし。さあ、ということで、どうだろうね。まあ、いけるんじゃないのかな。いけると思うけれどもね。いやまあでもとりあえずね、あの3キャラでなんとかなったのでよかったなと思いますよ。あ、てかそういえばあれだね、あの地獄門のさ、ドロップキャラクターの、あの超特急か、あれまだそういえばスイッチ版だと、なぜかね、ちょっとね、ゲットしてないんですよね。なのでそれもちょっと近々やらなきゃね。そういえばそう、なんか所持キャラの中に超特急がいなくて、あれおかしいなと思ってね。あのよくよくね、あの振り返ってみたら、そういえばドロップしてなかったっていうことがありましたので、また後でちょっと回収していきます。はい。あ、でも、やっぱり違うな、サルカニ入れと。
サルカニルとやっぱ違うね、結構。よしよしよし、やっぱキラーがいてやっぱね、ゾンビが楽だよ。よし、オッケー。早くも一回ノックバックでございますよ。気持ちいいな、このキラーの、このキラーンって音。キラーンなのかわかんないけれども、いい感じでございますね。さあ、ということで、あと2回でございますね。もう一回ノックバックした後に、サルカニでね、ちょっと突っ込んでくれれば、まあ、そのままとどめさせられるんじゃないのかなと思うんですけれども。よし、オッケー、気持ちいいね。さあ、今のうちだよ、今のうち、今のうち、今のうち、そろそろノックバックしてほしい。よし、オッケー。じゃあもう大丈夫だね。はい。全然余裕でございました。あとは、超特急が落ちるかどうかじゃないのかな。その辺がちょっと怖いところなんだけどね。ちょっと待って、でもさ、天使かもなんか強くない？気のせいかな？なんかゾンビより天使の方がなんか強い気がするんだけれども、気のせいかな？なんかこんなに持ちこたえてたっけ？いつもらったらなんかすぐ退場してたような、あ、いたいた、はい。まあ、思い出なんですけれどもね。まあいいや、ということで。さあ、サルカニ、行っちゃって行っちゃって、行かない行かないか。あー、もう、デブちゃん、もうやめてよ。もう攻撃しないでくれよ。あー、ゾンビの大群が来ましたね。そろそろとどめを刺していきたいところなんだよ。多分ね、もう多分 HP かなり削れてるんで、多分サルカニちゃんが攻撃してくれれば、あとはもうとどめが、もう、いけるかなと思うんですけども、ちょっとね、取り巻きが邪魔っていうね。ちょっと、あー、行った、やってくれましたね。はい。これが見たかったんですよ。はい、よし、オッケー。ということで、これでもう終わりでございますね。さあ、頼むぞ、頼むぞ、ストーンが欲しいんだ、私は。さあ、頼む。さあ、深夜だから落ちてくれ。はい、落ちませんでした。ということで、まあ、ストーンに関してはまた後でちょっと回収しようかなと思います。ちょっと今回急なんですけれども、まさかの降臨ステージが来てたんで、今回挑戦いたしました。多分また今後ね、スイッチ版の方でもね、どんどんいろいろね、まあ、ステージだったりとか、あとはね、まあ、キャラクターの方が追加されていくんじゃないのかなと思うんで、そしたらまたね、動画の方でやっていければなと思います。というか、そろそろレジェンドも追加来てもいいんじゃないのかななんて思うんですけどもね。次はちょっとミーニャまでね、あの、なんだっけ、ジャク三世までちょっと追加してくれたらななんて思うんですけどもね。じゃあ、それまでにはちょっとね、この辺のね、難易度別埋めなくちゃいけないんですけども。まあ、その辺はまた後で頑張ります。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。グッドナイト。